君に気づいて欲しくて、一
だから無駄なんかじゃない。
してる。忍び足で斜面をパシャリ横顔いただき高層口の寝ぼけ顔キルトギャップやられた目と目が合ったが瞬き急に止まれない自信だと「おとりと脇は捨ててそれまずは」
改めまして私たちピチピチの宝石アイドルビエナロシです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今日は麺祭りってことでラーメン食べました。あ、食べた食べた食べた。うちもつ煮込み食べたよ。お、あ、もつ煮込み食べさせてもらったんですけど、すごい美味しかったんで、皆さんもぜひね、いろんなラーメンとかねあるので、焼きそばとかも、うん、あるんでぜひ見てみてください、うん、そしてね、またあのりなとりっちゃんとかさとりんちゃんはあちらの方のクレープも食べたんですよ。そうなんですよ、ね、そう、すごい美味しかったです。そう、アイスとかもあるので、今日ちょっとね日差しが強い暑い日なので、うん、ぜひアイスもあるクレープ屋さんに行ってみてください。はい、はい、いや今日ね、あの私たち遊園地でも遊んだんですよ。そうだ、そう、あのブランコみたいなやつに乗ったり、はい、あとなんかこうぐるぐる回る怖いやつ、そう、ちょっとちょっと高くて怖いやつにも乗ったんですけど、皆さんもぜひねこの後も楽しんでいってください。はい、はい、はい、皆さん楽しかったですか。はい、はい、うちらのライブね、うん、はい、うん、あ、自己紹介しますか。そうだね、一人ずつ軽く。あ、やっぱりやめよっか。やめやばい。では最後に軽くだけ、はい、リーダーの島田里奈です。よろしくお願いします。はい、りっちゃんこと松井りずです。今日はありがとうございました。はい、キラリンこと藤井キラリです。ありがとうございました。はい、ゆっきーこと藤木ゆきのです。ありがとうございました。はい、18歳の夢見るお人形りんりんこと松岡りんこです。ありがとうございました。はい、カッサこと渡辺カウトです。皆さん盛り上がっていただきありがとうございました。はい、中尾健13歳です。盛り上がってくださってありがとうございました。イエーイ、はい、あの皆さんぜひビエナロシの公式ホームページや公式ツイッター、そして私たちビエナロシ個人のツイッターやブログなどをぜひ見てください。お願いします。お願いします。以上、私たちピチピチの宝石アイドルビエナロシでした。ありがとうございました。ビエナロシのステージ、皆様にお楽しみいただきました。